それと、法律違反になっても嫌なんで、今この時点でね。だから、どのタイプがどういう理由、いや、どういう原因で、つまりどういう原因で、そしてそれがどういうメカニズムで、つまりどういう理由で、どういう獣人、獣人になっていくか、あるいはまあ、アジンになっていくか、っていうようなことを今説明できないんですよ。そのうち説明できる時代になると思いますから、その時までちょっとそういう、ご説明は非常に皆さんの役に立つと思うんだけど、そういったものになるのを防ぐと思うんだけど、もううちが法律違反の言い合いからも言うのをやめてしばらく。そんなが法律違反にならないような、うちが言うてもね、うちは法律違反にならないような、そういう法律ができるまでは、言わないことにしました。